エリオジクチオールとは、イエルバサンタという植物から抽出された、フラバノンの一種である。この物質は、味覚収縮物質であることが知られている。エリオジクチオールは、シムライズ社に所属する科学者によって、アメリカ州に育つイエルバサンタから抽出されて、同定された味覚を収縮する性質を持った4つの物質のうちの一つである。なお、その他の3つは、 ホモエリオジクチオールとそのナトリウム塩、ステルビンである。以上4つの物質はいずれも味覚を一時的に変える作用、具体的には人に対して組遮蔽効果を持っている。ただし、エリオジクチオールの苦味遮蔽効果はホモエリオジクチオールのナトリウム塩の苦味遮蔽効果よりも小さい。また、エリオジクチオールはイエルバサンタから抽出された物質だと述べたが、 イエルバサンタ以外の植物にも含有されている。例えば、マメ科のマレティアダチェインイの小枝、レモンといった植物である。さらに、エリオジクチオールの配当体の一つは、ローズヒープからも発見されている。エリオジクチオールの構造とホモエリオジクチオールの構造とを比較したことにより、2、4ジヒドロキシベンゼンサンバニリルアミドにも苦み、遮蔽効果が見出された。 0.1gL で、このバニリン誘導体は 0.5gL のカフェイン水溶液の苦味を30%減らすことができた。ありがとうございます。